トモヤの小部屋よ。はい、今週も金谷プロです。お願いします。お願いします。さあ、ということでね、はい、まだ小学校6年生ですから、これは、大人になれないんじゃないですかね、うん、それ大人からちょっとずつ登っていくからトークは。じゃあ3本7本フルセットと仮定踏むわけじゃないですか、はい、でそうなってきたらもうフルセットになった時はもうバリうまいですよね。それがうまくなかったんですよね。うまくなかったんですか。もう全然ダメで、私は、はい、もう全然飛ばなかったんですよ。飛ばは飛ばし方を教えてもらえなかったわけじゃない。いやいや、そういうわけじゃないです持って生まれたものが。そうですか、はい、教え方は良かったけども、はい、それがハマらなかったんですか。もうだからすごい私の、ね、小学校時代はすごい苦しい思い出がいっぱいって感じ、うん、試合とかは出るんですか、小学校の時は。出たのかな、もう記憶にない、はい、厳しすぎて、すいません、もう厳しかったっていう記憶、うん、でも中学校上がっても坂田塾なんでしょ。私の場合ですよ、私ちょっと特殊かもしれないんですけど、うん、あの指定される学校が決まってて、坂田塾で、はい、あ、行くところが、はい、行く学校が決まってて、はい、私ちょっとその学校に行かなかったので、はい、中学校2年生の時に一回やめて、やめて、ああ、でその時にゴルフも一回やめてやめてるんですね。ああ、はい、じゃあ何してたんですか。もう帰宅部で何もしてない逆にそこまでしたのに、はい、もう一回やめたんですよ。ああ、なんかやめるってなった時に、うん、すごい泣いたのを覚えてるんですよ、うんうん、なんか悲しいと思って、ああ、うんうん、なんかやめた時にすごい涙がバーって出たのを覚えてて、ああ、いつまでやめたんですか。もう高校生ぐらいまでなんかもうのんびり過ごしてて。高校卒業するまで。卒業するときにその大学入っ行ってるんですけど、大学でその坂田塾の先輩がゴルフ強化するから、うん、うちの大学に来ないかって誘ってもらって、うん、ゴルフしてないのに。そうしてないのにその先輩もどうかしてるよね。そうしてないんですけど、ゴルフ部をちょっと強化したいから、うん、はい、っていうことで。いや、ゴルフ部を強化したいから、はいはい、ゴルフの上手いやつを連れて行こうが普通じゃんね。いや、そう、それなのに強化したいのにしてないやつ呼ぶって、はい、それでも条件があって、はい、その全国大会日本ジュニアに、うん、日本ジュニアですか、うんうん、に行けば、うん、あの入れるよって言ってもらった。じゃあ全国大会に行けばってことですか。そうそうそう、やってもないのにそうやってなかったんですけど、うん、でそれで私よしゴルフしようなったんすか。でもなって、ちょっとゴルフをやったら、うん、行けちゃったんですよ。行けたんすか。 その行けた話は今週させないですよ。え、そうですか、はい、まだ、はい、この行けた話は来週です。はい、はい、ということで来週やっと人生上がる話ですから、ね、期待してください。ありがとうございました。